フェイトグランドオーダー復刻マーリンピックアップ召喚行くぞ。マーリンなんてね、こんなもんめちゃくちゃ強いんで、もう持ってれば持ってるだけもう強いんですよ、マーリンなんて。まあ俺持ってないんだけどね。マーリンはちょっとね、もう俺こいつはもういたらもう高難度楽ちんおじさんなんで、マーリン引きます。俺なんかね、あんまりキャラ性能とかでガチャは引かないんだけど、マーリンだけはちょっと別格すぎるんで、ちょこれ引きに行きますわ。もう水着サーバント、もう去年引き切ったんで、もう、宮本武蔵とか、大阪部姫とか、カーミラとか、あと第2弾の水着獅子王、水着メルト、水着沖田さんも全員引き切ってるんで、去年はマジ爆運だったんで、ちょっとメスサーバントに、今回はね、使わなくていいということで、まあ、マーリンも来たことで、しかもこれ日曜日限定なんで、ちょっとチャンスが少ない、その少ないチャンスを生かすために、俺はマーリン、引きに行きたいと思います。マーリン来てくれ。キャスターのなんか激強星5キャスターサーバントいるじゃないですか。ああいいね、レースいいよ、イベントレースはいいよ。あれなんか孔明とあとスカサハママとタマモは持ってるんですよ。あとだからもうマーリンさえ揃ってしまえば俺もうあらゆる盤面でもう困らない男にもうサポーターが優秀すぎるんで俺のサーバント、マーリンさえ引いてしまえば俺はもうね高難度で絶対困らないおじさんになれるんで、マーリンはね持っときたいんですよ、うん、でもねあんまりね思い入れないね、マーリンには思い入れない、正直すまん、メスじゃないとダメなんや。俺はもう前も言ったんだけど FG を始めた動機が不純ですからね。まあもともとフェイトシリーズはそんなに詳しくないんだけど、まあ好きで、まあ、ちょいちょいね見てたりしてたんだけど、それでまあ薄い本も見ると、フェイトのね薄い本も見るんだけど、 FGO のキャラが出てる薄い本の内容がわからないと、このキャラ誰だよって、その FGO に出てるその FGO の薄い本のをよりエロく楽しむために俺 FGO 始めたんで、薄い本からね入ってるんで、だからマーリンとかねどうでもいいんですよ俺正直。マーリンがね S でも M でもね俺正直ねもうどうでもいいですよそこは。だからね水着サーバントが、水着サーバントだから女の子のメスサーバントが俺当たればね何でもいいんで、まあでもそれでもねマーリンさすがに強すぎるんで、もう鬼強いんだあいつ本当に。なんか持っとこうかなみたいな、とりあえず持っとこうかな。たけしお前も水着みたいな背景してるな、水着なあたけしお前もそう思うよな。なあたけしで、まあ今水着サーバント、水着イベント多分2020年も多分来るじゃないですか、多分7月ぐらいに来るじゃないですか。でまあいろんな水着女の子がね多分あと6人ぐらい、多分また6人ぐらいいろんな水着の女の子が来ると思うんですけど、皆さんは誰を望んでますか？私はねもう絶対今回来てほしいって思ってるのがグビジンちゃんね。普段もう地上みたいな格好してるけど、来ねえじゃねえかよ。来ねえじゃねえか。一回こっち行くか。これ44枚回ってるんで、普段の方が。とりあえずこっち行くか。俺もう44枚回ってるんでね。てかね、ここで消費したくないんだよ。ここであんま消費したくないの。マーリンはいいの。俺女の子の方に消費したいから。水着、今年の2020年の女の子の水着サーバントに消費したいから、もう早めに出てほしい。もうこの話も途中で切っていいぐらい。まあ、俺はね、とりあえずね、今年はね、まずグビジンちゃん欲しいね。水着グビジンちゃん。普段もう水着みたいなドスケベな格好してるけど、まあ水着はまた違う一面があるからね。水着グビジンちゃんが見たいのと、あとなんだろうね。ジャックちゃんも来てないよね。ジャックザ・リッパー。ジャックちゃんはもう普段水着よりエロいけどね。もう下半身肌、おー！ジークリント持ってなかったわ、そういえば。そういえば持ってなかったわ、お前。こいつもね、服装があるからね、水着。ジークフリート。召喚に応じ参上した。かっけえ。かっけえけど、メスじゃないなら興味ないわ。メスじゃないなら興味ないんだよな。悪いな。でもこのガチャメス出ないんで。オスしか出ないんで。このガチャメス出ないんで。オスなんで、今回当たりが。オスサーバントなんだよな。何が悲しくてこんな回さなきゃいけねえんだよ。俺悲しいよ。オスサーバントガチャなんて回してんだよ。ホモになる。いや、女になっちゃう。女になっちゃう。いや、いや。オスサバばっかだが、俺本当にメスサバのためにこれ取っとかなきゃいけないから早めに周りに出てください。あとなんだろう、たけし。あとなんだろうな、あ、オスでも一応出てほしいのはあれですね、アストロホーくんぐらいじゃない。アストロホーくんは水着見たいよね。
水着見たい、水着見たいサーバントナンバーワンかもしれないね。アストロホー君は、アストロホー君見たいけどな、どうなんだろう、来なさそうだな。でも逆に見たくない、なんかそこは触れないでいてほしい部分でもあるの、アストロホー君の水着に関しては。もうエッチすぎるから、乳首やばすぎるから、それはそこは逆に水着にならないでいてほしさもありますね。あとはなんだろうな、水着になってほしいの、イリアちゃんとかじゃない、犯罪とかじゃない、別にロリコンとかじゃないです、イリアとかクロエとかあなたりじゃない、いや別にロリコンとかではないです、ロリコンとかじゃないんだけど、まあなんか娘をめでるような感じ、別にそんななんか性対象として見るわけじゃないですけどね。でもクロエに関してはもう性対象でしか見れないよね。いやもうこの話いいわ。あとは誰だろう、ラクシュミーちゃんとか、ラクシュミーちゃんとかはもう元のさ、うわーブーティカママエロすぎる、あの爆乳水着も見たいよな。いや胸とかじゃないですよ本当に、前回とかの動画で言ったと思うけど、胸とかじゃないですけどね。まあ普段いる女の子の水着っていう違う一面が俺は見たいだけなんで、そういうなんかそんな不純な理由じゃないですよ俺、薄い本が見たくて始めたとか、さっきのもう全然嘘なんで、愛の選手はいつだって女性の味方なんで、そこのとこちょっと勘違いされてしまったらちょっと困るんですけど、まあラクシュミーちゃんとか褐色水着とかが見れていいんじゃない、エチエチですよ多分ね。不幸っていうか幸運がから見放されてるんで、多分海とかプール、流れるプールとか入ってビキニとかの水着が流されそう、流されてほしい、運がない子だから。そういう展開期待してんだよな、ラクシュミーちゃんに実装されて水着で、あれれおかしいぞ、もう20連以上っていう、2回だから22連ぐらい引いたのに全然出ないぞ。まあでもジークリート出てるからね、周りは星5だからね、まあそう簡単には来てくれないけど、俺はお前に、お前のために札を使ってるわけじゃないぞ、まあお前のために使ってんだけど、これ取っとかなきゃいけないんだ別に。もう俺、お前も欲しいけど、マーリンは確かに強いから欲しいけど、でも俺はそれ以上に2020年の水着サーバントのために取っとかなきゃいけないから、お前が引けないなら俺今日使わないぞ。お前が引けないんだったら、引けないって俺分かってたら今日1枚も引いてないから、1枚も引いてないからな、来てくれよ頼むよ。お前のためにこんなに貯めたわけじゃないんだよ、俺頑張って貯めたんだよ、ふざけやがって。あとはね、2020年の今回の水着イベントで来てほしいメスとしては、ワルキューレとかいいんじゃない、ワルキューレなんか3人いるでしょ。あでも3人はどうなんだろうな、3人で3人違った水着とか着てほしい、ね、なんか大変そう、作る方大変そうだけど、まあ変わんないか。ワルキューレちゃんなんかもう美味しい、1枚で3度美味しいからね、3度美味しいんで、ワルキューレちゃんね、個人的にねかなりのね思い入れがあるんですよ。俺が誕生日の時にガチャ動画でガチャ引いて来てくれたのワルキューレちゃんなんで、2枚ぐらい来てくれたんですよ。だから俺的にはね、個人的にかなりねワルキューレにね思い入れがあるので来てほしいところなんですけどね。おっと札が減ってきたぞ。あとはなんだ、水着イシュタルとか来てるなら、エレシキガルとか、水着エレシキガルとか来てもいいけどね、来てもいい。あー、小太郎、お前はやばい、これ出ない雰囲気だ。いや、マーリンってもしかして相当出ないやつだからみんなこんなに欲しがってるやつだ。マーリン強いし、いや俺マーリンのことそんな知らないしさ、ぶっちゃけマーリンのことそんな知らんし、愛着が湧いてないからこれ出ないのかもしれないな。左乳首でまたタップするしかないか、これ。いや、それは邪道すぎるからな。いや、来ないよ。来ない。俺、何のために水着、メスサーバント差し置いて、お前を引きに行ってると思ってんだよ。頼むよ、マーリン。出てくれよ。おー、持ってないの来た。持ってないの来たね。持ってないの来たね。それは良かった、それはとっても良かったです。でも良くないんです、持ってないマーリンが来てほしいんです。やべえ、ダメだ、全然来ない。でもこれ2連、やばいぞこれ。あとだってこれでもうなくなったら石行かなきゃいけないでしょ。うーわ、虹色光ってくれよ。なんでなんだよ、やばいぞこれ。今日は出ない日なのか、やばいぞ。
まあ、ちょっと気持ちを切り替えていこう。あとね、今回水着着そうなのはね、なんかアルトリア側は一人ぐらいやっぱ来ると思うんですよ。だからやっぱラクシュミーちゃんかわかんない、ヤリオルタはアルトリア、ヤリアルトリアオルタ、ヤリアリアルトリアオルタ、早口言葉みたいな。あのおっぱいも大きいし、でも水着獅子王来たしな、バニーで2連連続あんまないかな、あんまなさそうだ。じゃあリリー、逆にリリーとかセイバー、あーちょっと待って、あべあべ、危ねえ、もう札使い切ってんじゃん。色が変わったから何かと思ったら一回召喚もう。それじゃあ行きましょう、頼むぞ。11連こたちよ、あー来た、うわお前かよお前かよ、光ったのにお前かよお前かよ、光れ、来た、これは本気に来た、これは本気に来たぞ、今度は。いや今度こそ本気に来たよな。よーし、ギリギリだ、危ねえ、マジで石使い切るとこだったぜ。いやこんだけ、それ70連ぐらい、60連か、いや70連ぐらいしたな、もう。やっとよかった、危ねえ、石がギリギリのところで残ったわ。こんにちは、カルデアのマスター。こんにちは、私はマーリン。いやよかった、お前もっと早く来いよ、もっと早く来いよお前。マーリンさんと呼んでくれ。危ねえマジで。マジで危ねえ。いやでも俺これでやっと最強になれたわ。マーリン引けたわ。危ねえ。40個とりあえず温存できた。40個だと多分11連しか引けないけど。間に合うか。ここからちょっとまた次の水着イベントにちょっと石貯めるか。足りなかったらもう課金も辞さない。また再び課金も辞さない。いや周りにとりあえず引けてよかったわ。とりあえずもう俺はもう高難度で困ることはない。とりあえず最強の最強格4人のキャスターサーバントサポート陣を引けたので、とりあえず今回も勝ちをもぎ取ったわ。あとは2020年今年の水着サーバントで俺はとりあえずグビジンちゃんあたりが来てくれることを祈っております。はい、というわけで今回ここまでです。周り引けてよかったです。お疲れー。